こんばんは、セイラジオのお時間です。今回もリスナーさんからの質問にお答えしていこうと思います。皆さんいつも質問を送っていただいてありがとうございます。今回の質問はペンネームよかわさんからの質問ですね。自己肯定感が低くて他人からの承認を必死に求めてしまうことに悩んでます。承認欲求や自己顕示欲を他人から満たしてもらう生き方は自分も他人も幸せにならない。ありのままの自分を愛して自己肯定感を上げたいですという質問ですね。ありがとうございます。確かにこの自己承認欲求ですよねっていうものを抱えている人っていうのは、全人類なんですよ。全人類が誰かに認められたいっていう欲望を持っているんですけど、これはね、自分が存在していていいんだっていう安心感であったりだとかね、そういった自分ってここにいていいんだ、自己保存欲求ともつながっているんですけど、そうやって周りから認められることで自分が安心するみたいな欲求ってあったりするんですよね。でもそういった欲求っていうのは結構、承認を求めるっていう行動っていわば周りからエネルギーを吸い取るような生き方ですよね。だって自分が認められたいから何かをするっていう行動原理っていうのは、裏を返せばそれによって相手が承認してくれなかったら、周りが認めずに批判してきたら、それに対してイライラしたりだとか、なんで自分はこんなに頑張ってるのにそんなこと言ってくるのみたいな発想になってしまうわけですよね。つまりギブアンドテイクの考え方なんです。承認欲求が欲しいっていう考え方っていうのは、これをやったんだからみんな承認してくれるよねっていう行動原理になってしまう。これって愛なのかっていうところを考えていくと、愛ではないよねっていうところ、つまり、自分が必死に、欲しい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 って言って、もらうために何かを行動していくっていうことがつながっていくわけなので、もっと欲しいもっと欲しいもっと欲しいっていうふうに枯渇していく考え方なんです。だから、それが証拠としてあるのが、どんどん承認されていっても満たされないですよね。人って承認されてもされてももっと認めてほしいってなってくるじゃないですか。承認って慣れてくるんですよ。だからある程度褒められたらもっと褒めてほしい、もっと多くの人から認められたいって言って、その承認欲求っていうのは増幅していって、自分をもう苦しめていくものになっていくんですよね。だからこういったものっていうのは、本当にね、ここでは自己肯定感っていう話をしているんですけど、自分自身で、自分が満たされた状態になっていくっていうのがすごく大事ですよねっていうところですね。分かりやすい言葉とか、そういったもので表面的に褒められて喜ぶっていうより、もうそもそも自分が溢れ出しているその幸せな気持ちっていうものが、自覚できていれば、自分でそこがしっかりと認識できていたら、実はこの、承認欲求というものは必要なくなるよねっていうところなわけなんですよね。でこれは料理とかに、例えると、例えば、料理をするときって、こう目の前の人に喜んでほしいとか、美味しい料理を提供したいとか、作り手は思うわけじゃないですか。間違ってもまずい料理を提供したいとは思わないですよね。目の前の人が喜んでほしいなっていう気持ちでやると思うんですけど、こんだけ頑張ったんだから喜んでくれるはずだ、ほら美味しいって言いなさいって言われた料理ってしんどくないですか、食べる側って。でも単純にただただその人の幸せを祈って、その人が本当に子供のような無邪気な笑顔になるところを思い浮かべながら料理をした時っていうのは、その料理に本当に光が宿るような、そんな料理になっていくわけなんですよね。そこに対して一切の見返りを求めない、ただただその人が喜んでくれたら、そういうもう喜ぶ姿をイメージするだけで温かい気持ちになっていく、こういうふうにこうバーって溢れ出してくるものってあるんですよ、人間の中にはね。そこには別にギブアンドテイクっていうものはなくて、実はエーリヒ・フロムっていうね、社会心理学者も言ってましたけど、人って とにかくそうやって愛を放出させていくことが一番の幸福につながるっていうことなんです。だから人に与える喜びっていうものをこう自分で知っていくこと、知っていく中で、あ、承認って必要ないなって、溢れ出してくるもんなんだな、こういう幸福感ってっていうのが分かってくるよっていうことなんですよ。でもそれが自分がもっと欲しいもっと欲しいってなってる状態、そこに執着してる状態だと、どうしても周りから自分を認めてほしい、自分がまずは満たされたいっていう風になっていてしまうってことなんです。だからまずは目の前の人がとにかく喜ぶために、目の前の人にとにかく喜んでほしいなと思って、
料理をするとか言葉を投げかけるとかってしていくってことなんですよ。で僕自身も普段梅干しをね作らせてもらってて、でその梅干しを作る中で、まあ、めちゃくちゃこだわりをたくさん用いているんですけど、例えば梅自体に、音楽を聴かせて、まあ、その、まあ、周波数振動ですよね、いい振動っていうものを響かせることによって、物って全て周波数でできているんで、その周波数を良くしていくっていうことをやっていたりだとか、他にもその作る中で5トンタンクの中に2トン未満の梅しか入れないっていう非効率なやり方ではあるんですけど、そのおかげでその梅自体がぷっくりとふわふわで傷つきにくい作り方ができたりだとか、めちゃくちゃその梅自体のエネルギーであったりとか美味しさっていうものが引き出される作り方っていうのを追求しているんですよ。でもそうやって最高にこうこだわって作る一粒なんですけど、それを作る時って自分たちが認められるっていうよりは、この一粒でその目の前の人が食べた人が、人生が変わってくれたらいいなとか、その人がもう本当にこう人生のどん底だったんだけど、なんとかこっから頑張っていこうって思えるような、そんな一粒になったらいいなっていう純粋な気持ちで作るんですよね。だからこそその一粒を食べて喜んでくれてる人がいたら、なんか自分が認められたっていう感覚よりも高次な、なんか幸福感っていうのがあって、あ、この人が本当に元気になってよかったなとか、あ、もっと元気になる梅干し作っていこうみたいな風に思えるよっていうことなんですよ。それだけで満たされるんです。だから直接的にその人たちが僕たちを褒めてくれなかったとしても、そこにはもうなんていうかな、自分のその幸福度にはあんまり関係はなくて、むしろなんかもうそれを作ってる段階でめちゃくちゃ幸せな気持ちになってるんです。それたちの笑顔を思い浮かべているだけで幸せな気持ちになってる、なんか満たされた感覚になってるっていうことなんですね。で実はそうやって人ってこの自分がどんどんなんていうかな、切り離されていくというか、自分と他人の境目がなくなっていくときに、この承認とか自己肯定感みたいな、もうそういった気持ちっていうのはなくなるというか、なんか全てと一体になってる時って、人って一番心の境地が高くなってるんですよ。だって自分とか他人とか、自分がもっと利益をもらおうとか、あの人の方が得してるじゃないかって思ってる時の心ってなんかすさんでません？なんか人のことを恨んだりだとか、何かに執着したりするじゃないですか。でもそういったものが一切ない状態、そういったものにとらわれていない時、ただ単純に誰かのために何か行動ができた時であったりだとか、もう本当にこうお風呂に入ってわーってリラックスしてる時、ただただリラックスしてるだけじゃないですか。その時って別に自分が幸せとか他人の幸せとか、なんかそういったことを分けて考えてなくて、ただただあーなんか幸せやなって思う瞬間、この瞬間って特に何にもとらわれてない瞬間なんですよね。うん、だから自分とか他人とか、自分のものとか誰かのものとかって分けていない時に一番心の境地が高くなるということなんですよ。で、まあ、よく言われるのはそういった心の境地が一番高い時って寝てる時ですよって言われるんですけど、まあ、寝てる時ってね、だって何もとらわれてないじゃないですか。寝てる時に誰かを恨んでたりとか未来に憂いてたりとかでないじゃないですか。過去も未来もない、自分も他人もない世界っていうのが寝てる時ですよね。だそういう時って人は何もとらわれていないから心の境地が高いよっていう風に言われるんですけど、まあ、そういった心の状態でいる時って自己肯定感とか、なんか承認欲求とか、なんかそういったものにとらわれてない時間ですよっていうことなんですよ。ただただ満たされてる時間なんですね。だからそういうふうにこう境目をなくしていくっていうことを普段から意識していくとよくて、そういったものにこう分けてしまいがちな時ほど、ただただ没頭して掃除をしてみるとか、ただただもうその空間がふわーって光に輝いていくようなイメージで掃除をしたりだとか、ただただ本当にここを通る人が幸せな気持ちに なっていくような、そういったイメージで、拭き掃除をしたり掃き掃除をしたりとか、食器洗う時も一つ一つその食器がもう光り輝いていくようなイメージで洗ってみるとか、なんかそういう風にですね、こうただただ目の前のものに損得とか、なんかギブアンドテイクみたいなものを一切考えずに、ただその目の前の触れているもののエネルギーが上がっていたり光り輝いていったり、誰かが喜ぶイメージだったりっていうものを
重ねていってください。そういったものを重ねていく中で、あ、別になんか直接的に承認されなくても人の心ってこんなに満たされていくんだなってことがわかるはずです。そういった状態になった時に、あなたが話すその一言が相手を幸せにしたりだとか温かい気持ちになったりとかってして、いつの間にか周りが承認してくれるようになってる。でもその承認に対して自分の心が動くことっていうのはなくて、あ、なんかおまけとして帰ってきたな承認がっていうぐらいの感覚になってる。そういった状態になっていると、あなたは別に自己肯定感が低いとか、承認欲求が承認をしてほしいとか、そういったものにとらわれない、純粋な生き方ができるようになっていくと思いますので、ぜひですね、普段から境界線を作らないっていうことを意識してみてもらえたらなと思います。はい、ということで、今回も質問にお答えさせていただきました。こんな感じで、質問どんどんお答えしていこうと思いますので、ぜひですね、下のフォームの方からでもいいですし、あの LINE コミュニティの方からでもいいので、質問送っていただけたらなと思います。それではありがとうございました。